これより2022年 F1 世界選手権第3戦オーストラリア GP 金曜フリー走行2回目の模様をお届けいたします初回セッションでトップタイムを刻んだのはフェラーリのサインツでタイムは1分19秒806を記録し2番手は 0.571秒遅れで、フェラーリのルクレールでした。3番手は、レッドブルのペレス。4番手に、レッドブルのフェルスタッペンでした。金曜フリー走行2回目は、予選、決勝を意識した重要なセッションとなります。同じ時間帯での走行で、セットアップを着実に仕上げるためにも、コース上で周回を重ねて、しっかりとデータを集める必要があり、ドライビングに高い精度が求められてきます。ピットレーン出口のシグナルが緑に変わり、 セッションが始まりました。49分ごろ、ストロールのタイヤカバーがラッカー赤旗。残り9分で再開。セッションが終わりました。結果は次の通り。1、C、ルクレール、フェラーリ。1分、18秒978。2、エモフェルスタッペン、レッドブル。1分、19秒223。3、C、サインツ、フェラーリ。1分、19秒376。 4、エフアローソ、アルピーヌ。1分、19秒537。5、エスペルス、レッドブル。1分、19秒658。6、イーオコン、アルピーヌ。1分、19秒842。7、ブイボッタス、アルファロメオ。1分、20秒055。8、エルノリス、マクラーレン1分、20秒100。9、テーガスリー、アルファタウリ。 1>, 1分20秒 14210D リカルドマクラーレン1分20秒 2031G ラッセルメルセデス1分20秒21212角田勇気・アルファタオリ1分20秒 42413L ハミルトンメルセデス1分20秒 521114L ストロールアストンマーティン1分 20秒611。15、ジョン・ワイユー・アルファ・ロメオ。1分、21秒063。16、K ・マグネシセン・ハース。1分、21秒191。17、A ・アルボン・ウィリアムズ。1分、21秒912。18、M ・シューマッファ・ハース。1分、21秒974。19、エナ・ラティフィ・ウィリアムズ。1分、 22秒307。13、エスベッテル、アストン・マーティン。タイムなし。サウジアラビア GP の初日が終了して、2回目は、フェラーリのルクレールがトップタイム、1分18秒974を刻んでいます。0.245秒差の2番手に、レッドブルのフェルスタッペンがつけました。3番手に、初回トップ、フェラーリのサインツです。4番手にアルピーヌのアロンソ。5番手に、レッドブルのペレス。 6番手にアルピーヌノーコンです。f p 2が終わって、フェラーリ勢が依然好調です。フェルスタッペンも0.245秒差がついていますが、ロングランペースは、フェラーリと同じような感じなので、いい感じです。f p 2は、アルピーヌ勢が調子よく、4番手、6番手でした。メルセデスは、11番手ラッセル、13番手ハミルトンと苦労しています。アルファタウリ勢は、ガスリー9番手、 角田選手12番手といい感じで走っています。